さあ今日はですね、ある人のフェイスブック投稿ちょっと紹介しようと思います。えー、この人はですね、ずっと僕のオンラインサロン何年前から入ってるんだろう。本当に7、8年前からじゃないですかね。まだカモビズがなかった頃、えー、カモチューブ研究所っていう僕が、まあ2回目のオンラインサロンですね。1回目のオンラインサロンは半日で閉じたので、申し込みが2人しかいなくて。で、再度ね、満を持して、 えー、公開したのが、カモチューブ研究所。これも1500人以上のオンラインサロンになったんですけども、まあ、理由があって閉じたんですけど、その時の頃からね、えー、僕のオンラインサロンで活躍してくれていて、今では、えー、もう池袋で、えー、僕の今の YouTube 動画、ショートムービー、TikTok、それからサムネイル、すべてのデザインを一手に引き受けて大活躍している森氏。 のフェイスブック投稿ご紹介しようと思います。代、えー、読しますね。昨日はオンラインサロンカモビズで月1開催されるグループコンサル生ライブ配信が行われました。カモビズメンバーであれば誰でも参加できるし、なんと個人でカモさんにコンサルを頼むと1回120万のところをたった毎月1万円のカモビズメンバーで参加できる。 えー、今回は、なんと70個もの質問、悩み、それをコンサルされていて、8時間休憩なし、ぶっ通しでのライブ配信、会場参加75名8時間ぶっ通しでその熱量を体験されました。えー、こんな激ツで具体的で実例だらけのコンサルをズバズバ分析回答されていって、自分の学びにできるオンラインサロン、 世界中でカモビズだけだと思います。そんな中、とある質問の回答で、なんと僕の事例をカモさんが話してくださいました。それは、信用について。信用は、借り取らない方が勝てるという戦略についてでした。僕がこの5年間やってきたことの真骨頂は2つ。継続すること。そしてもう一つは、 意識的に自分から借り取らない。これをやっていくための軸を人にしたところなんです。つまり、カモさんに全振りした。ここがポイントでした。僕は5年半前、本当はやりたくない仕事である工場の社員として働いていた。本当はどうしても昔やっていたデザインの仕事をやりたい。 このまま工場の会社員として朽ち果てていく人生は自分の人生ではないと思っていた。でも、どうしていいかわからなくて、あがいていた頃にスマートフォンに現れたのがカモさんでした。それが今では、見事に夢のような形でカモさんの専属で信頼していただき、動画も画像もグッズも焼肉マフィアの名刺や反則グッズもありとあらゆるカモさんのデザインについて、すべて僕に任せていただき、 報酬をいただき生活できる。まさに夢の生活をしています。で、僕が取った行動は一つ。カモさんに全振りした。これなんです。一般的にはグラフィックデザイナーになりたいなら、デザイン事務所に履歴書を出す。もしくは、デザインで仕事をしていたところに連絡をしてみる。もしくは、デザインのコンテストに作品を応募しまくる。 もしくは、デザインを学べる学校や講座を受講して学ぶ。また、ここならやランサーズなど、デザインを個人で引き受けてお金にできるサイトに登録して仕事を取る。いろいろ思い浮かび、実行したくなると思うんです。しかし、これらはすべて、誰でも思いつき、実行する打ち手なので、ライバルとの戦いにしかならないので、成功する確率が低すぎる。そして、 安直すぎて浅い行動なので、最初は食べれるかもしれないけど、しばらくして、あれこれが本当に自分がやりたかった働き方なんだっけと、すぐに行き詰まるのは見えている。違う。これじゃないと思う。僕の答えは一つだった。人にかける。僕はどちらかというとコミュ障気味で、自意識が高いから、人とうまく話せないタイプでした。だから、講演家とか話すことをしが仕事にしたいとは思ってないんです。 でもカモさんという講演家のスピーチの技術の動画を見るのは生き方として勉強になるから大好き全てにおいてまっすぐに何も隠さず全部出されていくそんなカモさんの姿や生き方在り方に惚れ込んだんですそんな自分だからできるデザインを使って生きるなら絶対行き詰まったりしないそんな確信があったんですそんな考えから人間に特化して 自分のスキルを生かすところが一番生きやすくさらに自分のスキルを伸ばし続けられると思いました僕は5年前スマホでカモさんに出会ってからカモさんの言葉や行動や考え方が好きでそれに救われ今でも毎日学ばさせていただいてますそうやって1400本以上ある過去動画を見てても5年前からオンラインサロンに入ったりボラスターをしていろんな人と接してこられるカモさんをそばで見続けて実感しているのが 鴨さんはびっくりするぐらい人をしっかりと見られていて、驚くほど正確にその人のことを理解しているということ。鴨さんのものすごい普段の勉強量、繊細で行き届いた神経や観察眼、思考力、言わずもがなの行動力、そしてちゃんと人を人として公平に見て接しておられる姿。さらに、学べると思った人からはどんな人からでも素直に学ばれて称賛され、 ダメだと思うことがあればどんな人にも素直にダメだと伝えられるこれらのすべてがカモさんの近くで見させていただき実感としてわかるんですだから僕はカモさんに対して自分の人生の時間をすべて全振りしても間違いない人物だと確信し安心してすべてをカモさんに全振りしました先日この4年間で作った クラウド上や iPad に残ってる画像データを数えたら、カモさんの画像は5000枚以上になっていました。なぜこんなにも継続し積み重ねることができたのか。もともとは自分がデザインの仕事をしたいと思っていた。でも、それよりも、カモさんに全振りして役に立って信頼していただこう。それを基準に進めていたから、今がある。結果的に、 あの頃デザインでお金をいただき生活したいという夢をすべて叶えています。カモさんに仕事とお金を出してもらい、カモさんに夢を叶ってもらっている。だから今思うんです。自分以外の誰かのために行動することが強い。自分のためだけだと。 やっぱり浅く薄くなりやすいこの人のためと決めて範囲は狭く鋭い霧で深く刺し続けるかのように刺していくそうやって自分の生きがいや仕事が生まれていく今風にわかりやすい言葉で言うと推し活そこから広がる自分自身の成長と豊かさがやっぱり大きいと思っています改めて 今の夢のような生活をさせてくれているカモさんに感謝。そして、あの時、カモさんに全振りすると決めた自分を褒めたいと思います。という、えー、投稿でございました。まあ、あの、すごく手前みそな内容を僕が読んでるとは思うんですけれども、現代の勝ち筋の中に確実にコミュニティ内で信用を貯める。 この勝ち筋はもう間違いなく起きています。え僕のコミュニティで言えば山本隆二さんだったり、細野隆さんだったり、高橋まちゃピロだったり、最近ではね、森継先生だったりとか、原先生だ。いや、いっぱいいるんです。沖縄の戸名き修さんもそうです。もう、これ言い尽くせないぐらいたくさんいます。でもそれは自分一人だけで戦っていくよりも早いんだと思うし、楽しいんだと思うし、 ちゃんと成果も出て継続性もある。実は深いんだと思います。きっとこのコミュニティ内で推し活をしながら自分の夢を叶えていくというスタイルは世界中の中でも日本人に合った生き方なんじゃないかなっていうふうに思います。 まあ多分この推し活という文化っていうのは外から見ててもわからないと思うしテキストで読んでもわからないと思うので体験してみるのが一番学びになると思います。えー、オンラインサロンカモビズではこのような文化も学ぶことができてビジネスの具体的なノウハウも学ぶことができるようになっているのでぜひぜひ飛び込んできてほしいと思います。えー、オンラインサロンカモビズは毎月1日2日3日の3日間だけが入会のタイミングですが 順番待ちラインに登録をしておくと、月末に説明会にも参加することができるので、ぜひポチッとしておいてください。もろ手を挙げてお待ちしております。まあね、今日の内容はね、信用のため方、しかもそれはただの信用のため方じゃなくて、ちゃんと自分のお仕事だったりとか、夢の実現、理想のライフスタイルを獲得するという、こう、大きな回収するときには、 早く回収しちゃダメなんですよね。とにかく最初に、あ、この話してないね。オンラインサロンでやってます。<laughs> この、この話、実はオンラインサロンの話今日してないですね。あの、人に全振りするっていうのが今トレンドだよっていうお話だったので、そこだけでいいです、今日は。<laughs> はい。もっと深い話はオンラインサロンカムビズに入るとバンバン出てきますので、ぜひご参加お待ちしております。ということで、 今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーのいいねー